吉さん、まあ、今ねこういった家に住んでこうやって隠居生活してますけども、まあ、しみじみ思うことはあここまで来たなっていうところですねあの振り返るとおなんかねすごくしょうもない人生もあったなと思いますし、まあ、いつまでもねお金がないの萩原健太郎これを思い出しますねなんかその貧しかった時代もなんか楽しかったなっていうところがありますし 豊かになっても怒らずに行かないといけないなっていうところがあったりね、まあ、常に転落を確保することとあとね違う自分になることを恐れないってことですかねだから当時から見るとまあ全然違う自分になってるわけですよもちろん思いは失っていないんですけどもうんだんだんねこう変われない人の痛みに鈍感になっていくところは感じるんでそこはいつもいつも振り返って 立ち戻って生きるところなんですよ。変われない人の痛みとかそれから継続できない人のねもどかしさ自分自身に感じる焦りとかっていうのをいあるよなーって思ったりとか同じ課題を与えられてもすぐできる人となかなかできない人といつまでもできない人っていうのがいていつまでもできない人に対してまあどういった思いを持ってあげれるのかなと。ダメな人だよねって終わっていくのかそれともどうやったらこの人の突破口が見いだせる かなっていうふうに自問自答することでね、うん、なんか自分への挑戦ですねこれはね、うん、あの全員が救えないってことは分かってるんですよまたそんな大物でもないですしねでも100人中100人にできなくても100人中1人しかできないことでもそれを2人にできないかな3人にできないかなっていうふうに自分の力量を上げる挑戦ですかね、うん それができた時にまた違ったね過去への旅ができるんじゃないかなと思いますよねまああのこうしてるうちに10年経ってしまってその間に本当とさまざまな人がいなくなりました中には一発当てたんだけどもそれが火種金となっておごるようになったりねまあ浮気をして女性関係でちょっと全然立ち行かなくなったりとか 自分の事業力量に応じずに広げすぎて焦げ付いちゃった人とかねなんかね最近そのタワーマンションに住み始めてお金もジャブジャブ奪してた人が急に金回りが悪くなったんですよでどうしたっつったらそのエクシアっていうのに関わっててそこでのお金を当てにしてたんだけども全然だからお金が戻ってこなくなっちゃってで今の暮らしももうすぐにでも 手放さなないいないいいいいとけけどそれれを知られるのが怖っっっていう風になっちゃったんですよねだから借金を抱えながら今の暮らしを維持して儲かってるふりをしなくてはならないみたいなねいやこれは入っちゃったらやばいですよみたいなだから階段を上がって2階や3階に来たんだったら階段を降りて2階や1階に戻ることもありえるでしょうと。うんで FX のチャートとか見るとねこうやって上がりっぱなしじゃなくて一旦下がるからこそまた押し目をつけて上がるってこともできるんでその時に下がることを共有できずに損切りできなかった人っていうのは損失を肥大させちゃってねお衣装にもなるわけですよ人生も同じように成功したと思ったらまだね道の半ばだっていうことに気がつかないといけないことがあったり上り詰めているつもりでも転落してる途中かもしれないんですよね、まあ、だからよく自分の速度が上がったことを 上昇速度が上がったのかそれとも下落速度が上がったのかってことを見ていかないといけないし周りの人と自分を比べると自分は上がってるつもりだったんだけどもあの他の人がねものすごい速度であの上がっているならまだしもゆるゆると上がってるだけだったところで瞬間的な上げで勝ったつもりになってでもだんだん失速した時に追い抜かれてしまったっていうのねその錯覚もあるんですよね。 だから周りの人をあまりにも意識しすぎるとその錯覚に陥ることもあるんで常に自分の内側を冷静に彫り込んでいくこと、うん、だから自分の、ね、内側に、うん、思いを向けていく、うん、だから今ある心に忠実になるということで念じていかなくてはいけないのかなというところですね。いし